ちらこそ。デッサンか、花見ちゃんもお久しぶり。はい、またえな嬉しいこと言ってくれるじゃん。今日はデッサンに挑戦してもらうけど、楽し、はい。じゃあ書いてもらうお題だけど。うわー、美味しそうなリンゴがいっぱい出てきた。デッサンといえばこれっていう感じですね。でしょ。書く、感触と形。そう、デッサンはもち、なる、まあ最初なんだし、あまり難し、はい、やってみます。あ、いいところに気がついた。そのちょっとしたバランスの違いを表現するのも、なるほど。 M ちゃんもリ、はい、じゃあ、二人とも手に持って、花見ちゃんは形からリンゴの特徴、あとはそのまあそん、だ、花見ちゃんは、 M ちゃんの方は質感を出そうと、でも二人ともそれだけ、私もアドバイス欲しい。ちょっと待って。はい、じゃあ、はーい。 うわ、ほんとだ。二人とも課題のリンゴに、じゃあまず、はーい、私のリンゴはこんなか、エムちゃんきっと食べたら、だから食べた時のかなるほどね、エムちゃん。やった。次はほなみちゃん。あ、はい。あ、全体の、本当手で触った時の感じ。それにエムちゃん、確かにね。でも、うわ、ほんと、そうか。うん、じゃあ、おさく、お、ん、このリンゴ、食べちゃおっか。え？